にちは、夢高ナビゲーターの岡崎夢です。今回お邪魔するのはこちら、ニコ&です。もうクリスマスが楽しみで仕方なくなるような商品を教えてもらってきます。それでは週刊夢高ナビスタート。週刊夢高ナビ、やってきたのは夢タウン高松1階のニコ&。おしゃれな洋服から見ているだけでも楽しくなる雑貨など幅広い商品を展開。人や暮らしにスタイルを加えることで自分らしさを創造する幸せを提供します。あー、もうクリスマスグッズでお店の中がなんだかキラキラしてますね。そうですね。いやー、しかもこのリースもめっちゃ可愛いですね。こちらにも大きいサイズからちょっと小さめのサイズ、またちょっと変わった形のものまであるので楽しんでいただけるかなと思います。はい、かわいいシュールな感じでいいですね。そうですね結構毎年出てる定番 あのニコ&の商品から今回クリスマスバージョンで出ている商品になっております。なんかこの足がこうブランとしてる感じが何とも言えない愛おしさを感じますね。可愛いですよねしかも顔が一体一体ちょっと違うんですよね。そうなんですよ。ちょっとこう凛々しい子からちょっとこのほほんとした可愛い顔の子もいますねじゃあもうビビッときた子を連れて帰るということですね。そうですねそしてやっぱりこのツリーの存在感すごいですね。そうですね、結構アンティークっていうかリアルな形になっております。本当だ。え、これ松ぼっくりって本物ですよね。本物です。かわいい。でもすでにあの木に実際ついているので、準備することなく、はい、ご利用いただけます。オーナメントは自由にこう買い足せるというかアレンジで、はい、あの売り場にもいくつかいろんな種類がございますので、お好みの種類を選んでいただいて、もう自分好みのツリーに仕上げていただくようになっております。うん、箱もなんか絵本みたいで可愛いですね可愛いですよね。アメリカの、あの画家さんが描いてくださっているイラストになっているので、はい、ちょっとアンティークチックな絵柄になっております。なんかじゃあもうツリーをしまってる間とかもこうお部屋にあったら可愛いですよね。結構可愛い感じなので、まあ、そのままお片付けする時もおしゃれにできるかなと思います。箱もインテリア それでは平尾さん、夢得情報お願いします。はい、9月にリニューアルオープンし大きくなりましたので、メンズ商品も多数取り揃えております。ぜひチェックしてみてください。じゃあもうレディースに雑貨にメンズ盛りだくさんですね。皆さん